必ずやこの恨み事を伝えます、伝えます。元へ飛び出し、途端に卓越の体にドーンと岩を殺したな。重大事件、重大事件、あんたを恨んで自害したんで、あの日だ。いやー、伊右衛門様、こんな顔でおいはまだおた枕元にあっぱり棒をつかむと、死ねを裂いたような締め毛とともに明けに染まって倒れましたのは、なんと梅だ。ああ、これは梅だ、梅殿。闇の中から聞こえてくるお岩の笑い声、わしの足に噛みついた足がくる。うわうわうわ、ひやまったの、あと、おぉ、ねえ、もんさん、おいわ、バイトさん、恨めしい。